はい、皆さんこんにちは、ヒロンガです。この初心者ミッションビンゴで手に入るプリムを皆様は育てていますでしょうか。僕のように無課金でプレイをしていると、まだまだ星の6キャラというのは夢のまた夢。ところがどっこい、ミッションをクリアしてビンゴをさせるだけで星の6のプリムが作れてしまうっていうのはめちゃくちゃありがたい。ガチャで星4キャラなんか全然出ないから、どうせだったらすぐに育ててメインキャラになってほしい、そう思う方はいるんじゃないでしょうか。しかし過去の動画で主人公を育ててみたっていう動画を出した時に言ったんですけれど、ガチャから出てくる星4のキャラクター以外は正直言って全然使えないキャラクターばっかでございます。ステータスが何よりも低すぎる。というわけで、実際この配布される星3のプリムを星6まで育てておすすめできるのか詳しくお伝えしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。先ほどちらっと流れたと思いますけれど、50レベルのプリムさん、星さんでは弱すぎます。なので、ただいま初心者ミッションでもらえるプリムの素材を限界突破させているところです。ステータスは残念だったとしても、限界突破を6もできるということは、覚えている技のレベルが上がったり、パーティーにも役立つスキルを覚えるということは間違いなくプラスになるかと思われます。こちらの詳しいスキル等の話は後で回させていただいて、まずは育てていきたいと思います。コマは最強にする前に一つ皆様にお知らせ、特に無課金の方ですね。ただいま行われているイベントは、簡単にこのようにビンゴがコンプリートすることができます。そして初心者ミッションのビンゴはと言いますと、なんとログインを14日しないとこの初心者ビンゴ全てのアイテムがもらえることができません。過去に僕は最速で戦闘力を上げる方法という動画を上げさせていただいたんですけれど、今回のイベントも約1ヶ月あります。そしてピックアップガチャも5月31日まであるということは、もしかすると急いでゲームをする必要はないのかな、急いで強くしなきゃいけないというゲームでもないんではないかなと今のところ感じております。特に無課金の方、無理にですね、石を使って行動力を使いまくって最強を目指すというよりも、少し余裕を持ってプレイされて6月からのイベントなどをチェックした方がいいのかもしれません。あくまで僕の予想です。1日数回のスタミナポイントを回復させることはお得なのでやった方がいいと思うのですが、200も300も使って無理に急いで成長させる必要はありません。ゆっくりやっても十分戦闘力6000を超えることは簡単にできるので、石を貯めておいて今後出てくるキャラクターに期待するっていうのもありなのかもしれません。それでは中間地点、限界突破をフルでしたプリムを星5にしていきましょう。星5にする方法なのですが、星2のキャラクター、星3のキャラクターを進化させて素材にしてしまうというのが一番手っ取り早いかと思われます。今回行われているイベントでも一つ星4の覚醒素材の方が手に入りますので、ぜひぜひご利用ください。はい、これでキャラ進化をしたということで進化成功。星5の限界突破プラス6、最大レベル99のプリムの完成です。と喜ぶのはまだまだ早い。レアリティ5は達成いたしましたが、レベルをまだまだマックスにしなきゃいけない。そして一番大変なのが、マナーモード全パネルを解放しなくてはいけません。限界突破は今回のアイテム手に入るとして、レベル99は素材ダンジョンを何回も何回も周回すれば勝手に増えていくということで、まずはこのパネルのね、ボードを解放することを一に考えていきましょう。とにかく風の育成ダンジョンで周回をしていきたいと思います。はい、それでは早速マナボードを全て解放いたしました。覚醒させていきましょう。現在マナボード全マックス、そして装備がない状態のステータスがこちらになります。なかなか強いんじゃないでしょうか。それでは覚醒を開始していきましょう。覚醒素材なんですけれど、通常無課金で遊んでいると、おそらく覚醒素材の数は300個ということは、メインキャラ3キャラ分が星6にするということができます。今後いつ手に入るかわからないので、ここは慎重に決めたいところ。なので私はみんなの代わりに配布キャラのプリムを星6にしていきたいと思います。覚醒に必要なお金がなんと30万力ということで、今までと全然桁が違います。てなわけで、ステータスがこんな感じですごく増えました。星3キャラでも結構できるんだぞっていうところを見てみたいと思いますので、まずは他のキャラクターと比べていきましょう。こちらがガチャ星4ハイスのデュランになります。レベルの方が79ということで、進化と上限を1回ずつ上げた状態になっております。しかしこのステータスを比べてみると、正直言ってプリムとそんなに変わりません。ほぼプリムと言っても過言ではない、いやむしろデュランの方が強いんではないでしょうか。
そして総合戦闘力を改めて見てみますと、やはりアンジェラそしてデュランに負けてしまっております。いくら装備をしてないとはいえ、全く5000も超えないとはちょっと残念な能力なのでしょうか。しかし誰もが早い段階で限界突破マックスになるということで、スキルに関してはかなり有能だと思います。必殺技などなどのスキル技が全てレベルになっているということで威力が上がっています。そして何よりもこのプリムにとって一番素敵なのはこの援護スキルでございます。能力が自分そして控えのメンバーそれぞれ力が 6% アップ、そしてプラスの 2% アップということで、皆さんパーティーの力が全て 8% 増えるという素晴らしい能力になっています。パーティーの控えに入れておくのもありなのかもしれません。というわけで今回の動画、星6プリムを育てる必要があるのかをまとめていきたいと思います。個人的に思ったのは、今後のことを考えて、まだまだ数少ない素材、そしてかなりかかるお金、消費のことを考えておくと、無理して今星6にする必要はないんじゃないかなというのが個人的な意見です。星6にする必要はありませんが、パーティーがまだ育っていなければ星3の状態で限界突破をしてスキル要因として入れるのはありじゃないかなと思います。今回の動画いかがだったでしょうか。もし参考になりましたら嬉しいです。素材、覚醒素材、そしてお金の方かなり消費しますので、育てる時には十分に考えてから育てていきましょう。というわけで最後までご視聴の方ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。またね。